はい、今回はですね、黒人のリズムというのが一体どうなっているのか、結構意外にですね知らない方が多いと思うんですけど、こちらについて詳しくご紹介したいと思います。結構これはレアな貴重な情報なので、皆さんも知っておくと便利だと思います。通常僕ら日本人という民族はですね、農民族なんですね。田んぼをしたり畑をして作物を育てる民族で、まあ、その流れから1-2-1-2-1-2っていうこの一定のリズムが体に染み付いてるんですね。でももちろん他の海外の白人だって黒人も農作物はやるんですけれども、その中でですねリズムの取り方が違うわけです。長い間楽器をやっていたり音楽を勉強している方でも、こういうリズムの取り方っていうのは知らない方が多いんですけども、ここは明らかに違います。で、皆さんもよく白人ドラマ、アジア系ドラマ、もしくはメキシカンだったり、こうアフリカ系の黒人系の方、それぞれ演奏を見たりしている時に全然違うっていう風に感じたりしないですか？アスリートの世界でもスポーツの世界で全然リズムの取り方が違うって言ってる方も多数いるんですね。例えばボクシングの世界、メキシカンのテンポが全然違うとか、黒人白人でもうそれぞれ民族によって人種によって全然リズムの取り方が違うっていう風に捉えてる方がいっぱいいるんですね。で、具体的に何が違うのか今から説明します。例えばこのメトロノームでテンポ100です。1-2-3-4 1-2-3-4、皆さんこういう風に捉えますよね。で、ここで終わってしまうのが普通なんです。ただアフリカ系のリズムの取り方っていうのは、ここからもう一つ実は奥がありまして、ここが決定的に違う場所なんですね。で、何が違うかっていうと、ここに203連が入ってきます。つまりどういうことかっていうと、こういう感じ方、捉え方なんです。つまり今何が入ったかっていうと、203連、このリズムがこう横の2拍子のリズムに加えて入ってくる。つまりですね、これは空間を使った平面だけではなく 3D でリズムを捉えているっていう風に考えるんです。で、以前こう足技のテクニックで紹介したんですけども、ちょっと科学的な難しい話になると、時間と空間っていうのは相関比例関係がありまして、時間を短縮する、つまりもっと早くするには、空間つまり場所の広さですね、もっと広く使っていけばより速いスピードでできると、まあ、仕事とかもそうですよね。こう狭いところでギチギチに作業するよりも、広い空間を使って余裕を持って仕事した方がより早く効率よく終わるとか、日本だと有名なあの満員電車、かなりストレスがたまる、エレベーターでもそうですけど、余裕を持った心持ちの方が仕事が効率よく早くより迅速に終わるということです。ということは、それを踏まえればですね、例えばドラムをしている方はよりこうスピード感のあふれるフレーズをしたいとかよく思われると思うんですけど、そういった時でも場所を使う、空間を使う、つまり例えば片手でこう早く連打する時に、こう腕をがっちり締めて、こう全然動きがない状態で叩くよりも、こう例えば指を使ったり、こう腕を横に 3D に回転させたりすることでっていうぐらい、こうスピード感がよりますわけですね。こうアフリカ系の黒人の方っていうのは、常にですねこの2拍子だけではなくっていう、この2点とこの203連の3つ、このポイントでリズムを感じ取っているので、例えば今のような BPM があっても、普通にと捉えるのではなく、こちら発が2拍子だとすると、右手で
風な捉え方をするので、とても反応しやすいんですね。どんなフレーズ、どんな音符がノートが来たとしてもすぐに即座に反応できる、これぐらいの迅速さを持っているわけです。よくシャッフルビートとかジャズ系でレガートとか跳ねるって言いますけども、まさにそれなんです。でこれを聞いた後に白人ドラマーだったりアジア系ドラマーとアフリカ系の黒人ドラマーのこのリズムの違い、演奏の違いをぜひとも見比べてほしいんですけども、確実にっていうこの羽の 3D の空間を使ったリズムが必ず感じ取れるようになります。つまりですね、これを身につけると僕たちもその空間を操った速い動きだったり即座なレスポンス、反応ができるようになるので、ぜひともですね、皆さん今からでも全然遅くないので、こうリズムを、一定のリズムを感じたら、っていう風にもう一つ縦の動き 3D で空間を見るっていう、リズムの取り方やってみてください。全然これで変わってきます。それではまた次回お会いしましょう。